はい、森香です。毎日、ランチ外食生活ということでやってます。今12時過ぎぐらいで、月曜日か。本日は、三越前の、コレドとかの、まあ、間ぐらいにあるユイトっていう、まあ、ほぼコレドと、違いよくわかんない、百貨店っていうかデパートっていうか、で、ランチしました。銀座の天一さん、有名な天ぷら屋さんで、ちょっと今回初めて行ったんですけれど、やっぱりちょっとユイとはコレドに比べてもだいぶ価格帯高い感じで、一番安い特製天丼2860円、まあ、ちょっと税込みなのはちょっとありがたいとこなんですけど、特製天丼だと4070円、だいぶ高い感じですね。で、まあ自分食べたの特製天丼2860円で、あ、コースとかだと5000円以上でカウンター席でも食べれるみたいです。で、ランチ時間12時くらいは割と空いてて、まあ、入りやすい感じですね。で、実際天丼できるのも早いので、入ってから15分以内ぐらいで退出できる感じでした。まあでもこのエリアは、こう日本橋三越エリアは天ぷら結構激戦区なんで、食べログで一番点が高いあの深町さんとかも3000円ぐらいで天丼食べられるし、金子半之助もコレドの中含めて3店舗あるんで、まああえて天一さんを選ぶ理由もあんまりない感じかなと。ちょっとコスパ悪いかなと、高級感あるのが一ついいところだとは思います。まあ安定的に美味しい天ぷら食べれるのが一ついいところかなと。そのとこです。森香でした。